野外体験を通し環境を守る大切さを子どもたちに学んでもらおうと、松山市垂水三丁目の愛媛大学農学部で1日サマースクール愛媛の自然と遊ぼうが始まりました。サマースクールは松山ロータリークラブが毎年夏休みに開催していて、今年で14回目となります。小学4年生から6年生中心の参加者は、引率のロータリークラブ会員や農学部の教員らとともに、昆虫や草花、森林などの自然に親しみます。初日の1日は花作りに挑戦しました。午前中、子どもたちは1人1鉢ずつプランターに土を入れ、マリーゴールドやコスモスなど色とりどりの花の苗を植えました。土混ぜるとこは難しかったけど、植えるところが楽しかった。参加する小学生33人は4日間、間伐材を使った CD ラック作りや虫取り、農学部演習林でのバーベキューなどに取り組む予定です。